本田ダ・六私の財産告白。四、金と世渡り。二つの中の一つの道。世の中に金というものがなくならない以上、金を無視して何人も生活することはできない。社会に財産権というものが存在する以上、これを自分勝手に否定しては、誰しも一人前の世渡りはできない。 人間万事金の世の中とは昔から言い古された言葉であるが依然今日でもその通用性に変わりはない。要するにいわゆる世俗的な成功の第一義はまず何としても経済生活の独立にある。これなくしては何事の成功もおぼつかなくまたどんな成功も 本当の成功とは世間で見てくれない。ところで、この人生に最も大切な経済生活の独立には、何職何行にかかわらず、積極的に働いて消極的に節約耐久するより他に道はない。いくら働いても節約しなければダメ。それはちょうどザルに水を盛るようなものだ。 またいくら節約しても、節約を通り越して臨職にすらしても、働かなければダメ。それはちょうど、とっくりの中の水を守るようなもので、ついには腐って周期を発するばかりだ。もともと臨職と節約とは全く別物である。臨職は当然出すべきものを出さず、義理人情を書いてまでも欲張ることで、 石鹸とは似て非なるも甚だしい。石鹸は出すべきものをちゃんと出し、義理人情も立派に尽くすが、ただ自分に対してだけは樽を知り、部に休んじ、一切の無駄を排して自己を抑制する生活を指すのである。ところが、この両者が実際世間からは往々同一視せられ、石鹸がいかにもしみったれな、 隣食であるかのように罵られやすい。ここで大抵の人には石鹸の辛抱ができなくなりまた辛抱ができがたいことの口実になってしまう。だが今日の実際生活には世間から臨食と笑われつつ金を残すかあるいはまた世間から気前が良いとおだてられつつ一生をピーピーして過ごすか。 二つのうち一つを選ばなければならない。そこで私も完全意を決して前者を取ったのは今までいろいろお話し続けてきた通りである。そうしてこの核心の寄ってきたるところは前者ははじめケチンボーと罵られても後には実力の蓄積によって本当に気前のいい人になりきることもできるが後者は気前の良さにおいても 実は大したこともできぬくせに後にはかえって哀れなものよ馬鹿よ育児なしよと罵られついには他人に迷惑をかけることが必死であると考えたからである。三角生活に陥るな貧すれば鈍するというこれも事実である人は貧乏してくるとただに自分自身が苦しいのみならず 義理を書き、人情を書き、従ってまた恥を書く。俗に言う三角となってくる。他人にも迷惑を及ぼし、心ならずも嘘をつくようになり、ついには世間の信用をも全く失うに至るものである。元来、減ってゆく心情や落ち目のそろばんはなかなか取りにくいが、たとえ少しずつでもプラスになってゆくそろばんは、 軽く動くものである。我ながら驚くようないい知恵も弾き出せるものである。一度そこまで来ればもう閉めたもので、世の中が何から何まで面白く、自然と正直に立ち回れ、ますます努力の勇気が生まれてくるものである。品すれば鈍するが、鈍すればさらにまた瀕する。実際今日の世間でも、 いろいろな不正を犯す者はいずれもその多くが生活のおごりから来ている。おごりのために金が不足し借金が増えトドのつまりが収賄詐欺横領使い込みといったことに陥っている。本当に正直な生活の行き詰まりから悪事に走っている者は極めて少ないと私は見る。 正直に働き、正直にため、石鹸に努めて、生活的に多少とも余裕を作ってきた人は、そうした悪事に走ることは絶対にない。そんな馬鹿げたことをあえてする必要は全くない。だから私は他年の経験上、公務員たると銀行会社員たるとを問わず、貯金もせず贅沢な生活をして、しかも、 身分不相応な当期思惑をしたり競馬競輪の類に地道を挙げたり特に下流の巷に出入りする者の,のごときは早晩必ずこの種の不始末を暴露する者と断言してよいと思う中小商工業者の破綻におけるもまた同様であろうさて再び話を元へ戻してともかく 一日も速やかに経済生活の独立を確保しようとする者は、つまらない世間の思惑などに心を惑わしていてはいけない。ケチンボウなどというそしりに耳を傾けていてはいけない。出すべきものを出し、するだけのことをしておいての上であれば、誰はばかることはない。まず、その諸子の貫徹に向かって邁進すべきである。 ほんの一時のことである。目をつむり、腰をかがめて一山に走り抜けさえすれば、うるささの煙に巻かれてまごつくようなことにはならぬ。貯金の増進にも、財産の蓄積にも、トントンと弾みがついてくるものだ。かすな、借りるなの戒律。少しばかり金が残り、財産ができてくると、 すぐもう貸せという人が出てくる。しかもそれが今まで自分の苦心惨憺を旗から何のかのとそしっていた人々の中から多く飛び出してくるのだから驚きもし呆れもしまた困惑もさせられる。諸子貫徹の障害はこんなところにも待ち伏せている。これをうまく切り抜けるのは一苦労だ。昔から 金の貸借には色々な戒めがあって、借り主となる中で、また貸主となる中で、貸主は金と友人等を同時に失う、とシェイクスピアなども言っている。もちろん借金の申し込みにはいちいち最もな理由がある。抜き差しならぬ持ち込みがある。しかし、親戚自由に対する金銭上の融通は、 できるだけ避けた方がよろしい。これはお互いのためだ。実際金の貸し借りはその金ばかりではない。大切な友人や親類をも失うもととなるので、いかなる場合にも金を貸借しないに限る。私も今までには随分この金を破って金を貸した。ことに友人などから困窮の事実を訴えられると、 つい気の毒になって金を出したものである。ところが気の毒だと思って貸した金でその金が生きた試しがほとんどない。いろいろな人にいろいろな場合の申し込みを受けると初めてのことでわずかの金高だからとかせっかくわざわざ頼みに来たのに気の毒だからとか最初のうちはいつも貸す気になった。そのほとんど全てが失敗で 自他共に失うところがすこぶる大きかった。ともかく一度金を借りに来るくらいの人は必ず二度三度と借りに来る。その時には再び重ねば先の分まで死ぬということになって再三無理をして貸し出してしまう場合が多い。そうして自分にもこれ以上もう貸す力がなくなるという頃にはいつしか 切っても切れないという深い関係に陥ってしまう。こうして世の中の人々の多くが善意に始まって、ちょっと金を融通したことから、ついに自分までも倒産の浮き目を見るに至るものである。私もここのところに気づいたため、二度目にきっぱりと断り、最初の恩赦を無視されたばかりでなく、 かえって大いに恨まれた場合さえしばしあった。いずれにしても少し金ができてくると誰にも必ずこの貸借のトラブルが起きてくる。こうした際何人も心を鬼にして最初から一切融通に応じない方針を厳守するよう私は私の体験から皆さんにおすすめする。またそれが本当にお互いのためでもある。 気の毒は先にやれ。貯金の駆け出しや財産蓄積の当初ばかりでなく、我々が社会に相当の地位を得、社交や事業関係の広まるに従い、金銭物資の融通問題はいよいよ増してくるものである。しかし私はいかなる場合にも、金銭の貸借融通等は一切銀行、 またはしかるべき正式機関を対処にし、親族、知友官には全てこれを行わない方が良いと考える。万一のっぴきならぬ申し込みを受けた場合でも、その事情により、頼まれた金額の幾分にのしをつけて申請してしまうに越したことはなく、決して証文を取り、返してもらうつもりで融通してはならないと思う。 今日の経済組織においては、筋の通った本当に必要な資金は、またたとえ生活上のそれでさえ、信用のある人にはそれぞれの救急先がある。貸す方から頭を下げてまで持ち込んでくれる。それなのに、親戚、自由を頼って金を借りに来るような人は、筆胸をどこへ行っても対処にされない不信用な人で、 そんな人に返してもらうつもりで融通するなどは、そもそもの考え違いと言わなければならぬ。生実家な貸借を行うと、かえってその人の失敗や堕落を助けることになり、自分も損をした上に、その人をも謝らせる結果となるものである。今の私には、もう他に融通するような金を持ち合わせぬが、それでもなお、 ししばしばこうしした申し込みを受けるこの場合私は金を貸さぬ代わりにその人に独立自治のできるだけの心配をしてやることに努めているがその時にはせっかく金を借りに来たのに一文にもならぬ公釈で追い返されるのかと不機嫌な顔で帰った人も帰って金銭は人を頼みにしていてはできない。 自分自身で一生懸命作るより他に策はないと悟って、ついに独立自主の人となり、各方面に成功するに至ったものが多い。実際の話が、いつの世の中でもその身を落とし、生活を切り詰め、労苦を厭わず働くことを覚悟すれば、他人に不義理もせず、泣き言も持ち込まず、 独立独歩のの世渡りはまずできるものである。そればかりではない。いつしか金も貯まり、信用もでき、かえって金を出すからこの仕事をやってくれとさえ頼まれるようになるものである。とにかく、親戚自由を頼って個人的に金を借りに来る人には、病気災難の場合は別。大抵何かの欠点があり、 短所があるものであるから、それを自ら強制しない限り、いくら金を貸しても到底成功はおぼつかない。従って、一時は何とかしても、結局は中途で打ち切らなければならなくなる。同じことあるなら、むしろ早いうちが相手の利益というものだ。昔からの言葉に、気の毒は先にやれというのがあるが、 けだし、このあたりの消息を伝えたものであろう。儲け口とスケベ根性。次に、最も注意しなければならぬのは、いわゆる儲け口の持ち込みに対する態度である。儲け口の持ち込みというのは、大抵うまいことづくめであるが、このうまいことづくめというのが、そもそもの癖ものである。一体に、 人間は誰しも欲が深いものであるから、そうそうあるはずのないうまいことづくめにつられてしまいやすい。これはちょっと冷静に考えればすぐわかることであるが、小金がたまると世に言うスケベ根性が出てくるので、うっかりするとつい上手られてしまう場合がある。馬鹿に儲かる仕事はまた馬鹿に損する仕事でもある。 馬鹿に儲かって、そして決して損をしない事実なんて、常識から考えても全くあり得ないことである。しかも、そんなにうまいことがあるのなら、誰しもこっそり一人で始めてしまう。そうそう他人を解き歩くものではない。代わりにそういう儲け口があるとしても、自分一人で大儲けしようなどと欲張って、 身分不相応な大口出資を引き受けてはならない。本当にうまい仕事なら進んで人にも一口分けてやるべきであってもし自分だけの出資で不足の場合には本人をして他の友人などにも説得させるべきである。そもそも特別な事情のない限り他の友人が出資を承知しないという場合。 それ自体がすでにおかしいことと考えなければならぬ。そうして自分以外に出資者がなく、また自分だけの出資でそれが成立しないのなら、仕事は良さそうであるが、まだ自説が至らぬのだと本人をしてしばらく中止せしめるのがよろしい。なお、金を貸したり、儲け口に出資したりする以上に気をつけなければならぬことは、 金融上の保証人となり、連帯の印を押したり、裏書きの判を引き受けたりすることである。親戚自由などの高位な間柄では、よく、ちょっと君が一判請け負ってくれさえすれば、僕の事業も助かり、数日内に金も返せるから、君にも決して迷惑はかけないと持ちかけられることがあるが、うっかり受け藩をしたために、とんだ目に遭い、 ついに一生涯それで苦しめられる人が少なくない。私の友人である地名の大学教授、Y 博士のごときは、この手にかかり、わずか数百円の借用証文に保証人の判を押したばかりに、その証書が氷菓子の手に渡って転々とし、わずか五年そこそこのうちに数万円の巨額となり、その利息を払うだけに、 生涯月給の差し押さえを食い続けていたが恐るべきはまさにこの受け藩である。だからたとえ事情をやむを得ず自分の持ち物を売り払って金を出すことがあっても決して他人の借用証書などに藩を押すべきではない。返京を戒めよ。前にも述べたように要するに財産蓄積に成功しようとすれば 焦らずに堅実に、しかも油断なく自説を待たなければならない。いわゆる相上の陣で、世の白紙者を気の毒がって甘やかすのも禁物。うまい儲け口に欲張って乗せられるのも禁物。つまらぬ男気を出して借金の保証に立つのも禁物。はじめの間は手堅く金券生活を続けていて、 急に途中からぐれ出す人々を多く見かけるが、主催にこれを調べてみると、いずれも、功を急いで不堅実なやり方をしたものばかりである。すなわち、実力相当な進み方をしていればよいのに、資産不相応な融資をしたり、無理算段の投資をしたり、己の器量以上に大きな仕事や、不慣れな事業に手を染めたり、 とにかく、いたずらに成功を焦ったり、堅実を欠くに至った人たちが失敗に期しているのである。だから、少しばかり金ができても、早く金持ちになろうとか、急に財産を増やそうと焦るのは、たとえ一時の小成功を収めることはあっても、必ず最後はつまずきを招くものであるから、何人もよくよく注意しなければならない。 はじめは諸女のごとく、終わりはダットのごとし、という言葉もあるが、何事をなすにも、最初は誰しも、最新に熟慮を重ねる。そうして、その道の先輩や、学識経験者の意見を尊重してかかる。ところが、ひとたび順調に向かうと、たちまち、慢心を起こして、自分一人で偉くなったような気になりがちなものである。 こうなるともう先輩の意見も聞かず第三者の批判を馬鹿にしてくる。都度のつまりは無謀な大事業や不慣れの仕事でたちまち大失敗を招くことになる。もちろん中には大成功といったことになるものもあるがそれはごく稀の事例に属する。私のところなどへも従来何かと相談に来ていて ある程度の成功を収めた実業家も多数あった。しかし中には一時の成功にたちまち慢心を起こし、事業経営に対する経験の念を失い、せっかく相談に来ながら私が極力反対したにもかかわらず、無謀の拡張を行ってまんまと大失敗した人々も少なくなかった。もとより、 私などは何ら実業上の体験もなく、経済上の学識に富むというわけでもないが、それでもそのことに利害関係を持たぬところに、いわゆるお亀八目という当たらずといえども遠からずといった判断ができたのである。従って私は事業を守り、財産を守ろうとする者は常に怠らず、 他人の意見に耳を貸すことが大切であると考える。ちょっとした成功を収めて、それを守ることに急で、人の申し入れは全て借金や融資の申し入れとの,のみ恐れて、その耳を塞ぎ続けることは、はなはだ危険である。人間というものは、金がなくても、金ができても、得てして偏京になりやすいものだ。 大いに心すべきである寄付金の楽な出し方ところでこれまではもっぱら自分の事業を守り財産を蓄積することについての心得であったがある程度自分がそれに成功した上は自分も成功しつつさらに人にも成功させるためにその余力を割くことが 成功者の社会的責務である。また、自分の成功を大制せしむるゆえんでもあることを忘れてはならない。それには、有意義な仕事に資金を出してやることもあろうし、微力なものに力を添えてやることもあろう。とにかく、世の中で自分だけ良ければ他はどうなっても構わぬということでは、満足な世渡りはできない。 私は50からの理想として自分の確実に得られる年収を私分しその一部で生活し一部を貯金し一部を交際収容に充て残りの一部を社会有用の事業に投ずることに努めてきたがいわゆる私の4分の1貯金は最後において4分の1奉仕ということに変わってきたのである。 だから私はこの四分の一奉仕をある程度財産的成功を収めた人々にぜひおすすめしたいと思う。しかしこの場合その金の出し方に一つの注意がある。それは当時として出せるだけの金を出し、それ以上出すことの予約をしてはならないことだ。何もかも一時金がよろしい。 各種学会や社会事業の会費のごときも、大抵の会は、一年分の10倍か20倍を一時金に出せば、生涯出さずに済むような仕組みになっている。また、その方を選ぶことが双方に利便が多い。とにかく、こうした回避に限らず、有意義な仕事を助けるために出す金も、わずかの金だからとて、 この先毎月いくらずつ出すとか何か年譜にして寄付するとかいう予約にすることはどうもまずい。事前の変転につれて自分の懐具合も変わってくるから約束の実行が苦しくなったり惜しくなったり時には不可能になったりする。そればかりではない。一旦約束すると先方はそれを当てにもするし。 また既得権として無理やり要求してくる。こちらも気持ちよく出すはずであった金が尺に触って渋々出すことにもなり、お互いの中が気まずくなる場合も出てくる。そこで私は、こうした奉仕出資にも、その時々出せるだけのものを出して、先々の約束は一切しないことにしている。ただ、 青年学生の学費のごときは、性質上どうしても永年にわたる予約になるので、これは約束と同時に、その全額をベッドに預金の設定をすることにした。そして、入り用の都度、その通帳からいちいち支出するようにしてきたから、多少手数がかかるだけのことで、いずれも借金を取り立てられるような苦痛はなく、 最後まで気持ちよく出せた。また本人とでも気安く受け取ることができたのである。4分の1奉仕と社会的財産税最後にもう一つ大切なことがある。それは、要するに財産は社会の帰宅で、財産を多少でも築き上げたものは、税務署へ納める税以外に、 またそれに相当する社会的財産税を覚悟すべきことである。これは右に述べた四分の一方仕で十分尽くされることでもあるが、日常の思祭なことにもそれが最新に尽くされなければならぬということである。何事に成功するにも理性をもって感情を抑えることが極めて重要である。しかし場合により、 理性はどこまでも曲げてはならないが、その理性を剥き出しに表さないで、愛嬌というか、人情というか、ともかくそうした類の衣装を着て出すことが必要である。言葉を変えて言えば、幾分か理性を抑えて情に負けることが大切である。例えば、馬鹿げた失敗をした上、金をもらいに来るようなものに金を与えるのは、 まるでドブの中へ金を捨てるように思えるが、そこはいわゆる小言は言うべし、酒は買うべし、で、その将来を戒めるとともに、多少の金をその場で恵んでやるくらいのゆとりを持ちたい。これは本人にもおのずから反省の機会を与える場合にもなろうし、また自分のためにも、 財的社会税を支払う結果ともなるのである。渋沢栄一安田善次郎の両王は共に理性の発達した財界の偉人として私の尊敬する人物であったが安田王を強靭に倒れ渋沢王が最後まで安泰におられたのはまさにこの辺の用意の差に由来したものと信ずるのである。 現実と有利すべからず。長々と自慢半分に私の財産告白を続けてきたが、これが果たして純正な告白になっているかどうかは、まだまだしゃばけの抜けきらぬ本田には分からぬ。しかししゃばけの抜けきらぬだけに、その解くところの全ては、現実の世の中ともあまり有利していないと思う。 八十五年の体験による書生と経済の真実が多分にここに含まれておると自ら信じている。読者諸君も古臭い老人の栗となどと馬鹿にしてしまってはいけない。そもそも金についての義理と人情は今も昔もそう大した違いはなく、業の東西にも変わりはない。しかも、 世の中のことはほとんどすべてこの金銭に関連を持つもので、金銭問題を離れて世渡りはないとまでも言えよう。金を馬鹿にする者は金に馬鹿にされる。これが世の中の偽らぬ実情である。財産を無視する者は財産権を認める社会に無視される。これが世の中の偽らぬ現実である。 読者諸君はこの本田の長談義の中からたった一つでもよろしい。自らなるほどとうなずかれるところがあったら、直ちにそれをあなたの実行実践に移してください。実行実践に移していく以外に、当たり前のことを当たり前に述べた私の言説の持つ価値はあるいは極めて乏しいであろうから。私は昔から、 架空の議論は努めて避けることにしている。常に真実を見、真実を語るのが私の建前である。